こんばんは、ピンさんです。勉強の時間です。今日は聖書、創世の書、第6章からですね、915ページから読んでいこうと思います。それでは、やっていきます。 はい、聖書、旧約聖書、創世の書、ページ15ページから40ページまで読みました。そうですね、理解しようと思うと、まだまだ難しい内容が多いですが、うん、話としてはね、ひどい話も多いし、うん、 まあ今の倫理観から考えると少しね倫理からは外れてるような記述もありますね。メモを見るとねもうちょっと物語的になってる部分もあってそんなメモするようなところもないんですけど「アスファルトってこの時代からあったんだ」とか。 バーベルの塔の話はわりかちあっという間に終わったなぁとかねそしてねカツの話が出てきてうんだからなんか私若い時に法系の男子はちょっと馬鹿にされたのかなとかそういうことをね考えながら読みましたあとはそうですねいろいろ 登場人物とかが出てくるんですけども名前が多すぎて関係性があまりねつかめないですねアブラムとサライとロトぐらいは分かったんですけど、まあ、他にもいますね最後ねこう19章かな19章か19章をね結局なんだろう ロト、ロトの娘とロト、ロトを酒で眠らされて、娘二人がロトの子を見ごもるというね、そういう話が載ってまして、あーって、あーって思いました、私は。うん、あとは、えっ、ー、とね、今なんて言おうと思ったのかな。なんて言おうと思ったのか忘れちゃいましたけど、 万事こういうい感じです、えー、残りね残り2000ページ近くありますが頑張って読んでいこうと思いますこちらからは以上です